ガーリッシュナンバーは、渡航 QP、フラッパーによる日本のメディアミックス作品。テレビアニメの前日端として、渡航による小説が、電撃ジーズマガジンにて2016年3月号より、堂本祐希による漫画が、電撃ジーズコミックにて2016年4月号より、連載開始。同年10月より12月まで、テレビアニメが放送された。この他の作品として、 電撃ジーズマガジン .com で配信された池澤誠と鶴崎優による4コマ漫画ガーリッシュナンバーシュラ電撃ジーズコミックで連載されたスラダマミによる漫画ガーリッシュナンバーモモカメモリアルがあるこのうちガーリッシュナンバーシュラはアニメ化が予定されていたが2018年11月22日に制作中止が発表されたタイトルロゴの英語表記は ガーリッシュの愛とアールの間にが入っている。これは少女らしいという意味のガーリッシュとケバケバしいという意味のガリッシュ二つの意味が込められている。ところはナタリーとのメールインタビューの中でこの業界の人たちが頑張る理由や狂気じみた魅力が発端となったと述べ自らの精神を守るために執筆したいと思ったのではないかと振り返っている。二千十二年頃私は 酒の席で青春のオリジナルアニメをやりたいという話をしたところ、やはり俺の青春ラブコメは間違っている。のプロデューサーである田中淳一郎から感動、感動、エモーション、な感じという作品を作ってほしいと持ちかけられ、私はひどい発注をされたと感じた。それから一年ほど後、私は地方都市での少年少女たちのひと夏の 青春群像劇を作り、プロットとシリーズ構成と、大まかなキャラクター設定が出来上がってきたところで、地味であるという指摘や、面白さを理解できないという意見を受けたため、その企画を畳んだ。その数日後の酒の席で、田中から、アイドルものか、ロボものがやりたいと言われ、私は、ハートウォーミング時々、殺伐アイドル声優青春ストーリーという、キャッチコピーをつけた、 ふわふわキラキラしたアイドルものを装った企画を提出したが、実際の企画の内容は殺伐とした業界を描いた暗いものだった。それにもかかわらず、この企画は採用されて本作へと発展した。私はメールインタビューの中で田中の決断力に驚きつつも、これらの出会いや経緯が本作を執筆する一番のきっかけになったと振り返っている。本作のキャラクターデザインは、 イラストレーター小原留太子と桜小春によるユニット QP フラッパーが手掛けた。本作のテレビアニメ版のキャラクターデザイナーを務めた木下澄江は QP フラッパーの絵柄についてふわっとしているとし、そのままアニメ化すると QP フラッパーらしさがなくなる上、原画担当者や作画監督によってニュアンスが変わる恐れがあったため、自身の絵柄に近づけたとアニメ。 アニメ。とのインタビューの中で振り返っている。本作で、主人公の千歳たちが声優として出演する、劇中劇、急流覇王と千年王女は、角倉はじめ原作、獅子伝メル作画のライトノベルを、テレビアニメ化した作品という設定であり、中世の魔法は取るもので、異世界転生して戦うストーリー。ヒット作を模倣して5倍くらいに薄めた、15番目の、 土壌を狙った作品というコンセプトで制作された。テレビアニメ版では、岸田メルのイラストが使われており、岸田はデザインにあたり、絶対にアニメ化できないイラストを描いてほしいと依頼され、20年くらい前に流行ったテイストで、これじゃ売れないよと担当編集に注意された体で、という気持ちで臨んだと、オープニングテーマ、ブルームの発売直前。 スペシャルイベントの中で振り返っている。女子大生、カラスマチトセは、つまんないことなんてしたくないという思いから、声優養成所の門を叩き、これを卒業して晴れて、声優デビューを果たす。しかし彼女に回ってくるのは、名前もないような早くばかり。この業界は、おかしいと言ってはばからないチトセは、声優として成功できるのか。そんな彼女に、ようやく主役の座。 急流覇王と千年王女のメインヒロイン、ユーナ役が巡ってくる。しかし、その起用は、ルックスの良さを見た旧統 P が考えた、サブヒロイン役の久我山屋へ、片倉啓との三人組声優ユニット結成の企画、ありきの起用であった。アニメの初収録で、シトセは演技力のなさを露呈してしまいスタッフらからも、声優陣からも呆れられてしまう。年下の先輩声優、 遠征百科にアドバイスを求め、自身でも研究を重ねて演技力を向上させ、一応は収録を成功させるが、兄であり、マネージャーでもある、カラスマ五条からは、テンプレの演技でしかなく、先がないと評される。一方、アニメ制作現場では、キャラクターデザインや脚本が、原作から勝手に変更されているというトラブルが、発生して、 原作側の出版社と制作会社が対立、スケジュールが逼迫し、第1話の先行上映会では、本編の制作が間に合わず、PV を編集して上映することでやり過ごし、肝心のテレビ放映では楽しみにしていた、チトセラが絶句するほどの作画崩壊した状態で、放映されてしまう。先行上映会でのライブの盛り上がりを見た9頭、ピートナンプロの社長は、 アニメの出来には何ら反省することなく、事務所主催のアイドル声優オーディションを開催しようと考えを始める。クースレの主題歌 CD は出荷1万枚を超え、アニメのブルーレイ第1巻の予約特典で声優のお渡し会が行われることになり、シトセ 80K の3人でファン約100人に渡し、売れっ子声優になった気でいる1 0歳であったが、それをネット配信している。 ニヤニヤ生放送のコメントでは千歳のみを叩く、コメントが大量に書き込まれ、ずぶとい繊細もこれには涙を流すほどのショックを受ける。何もしていないのになぜ叩かれるのか、と五条に聞く千歳であったが、五条は、お前だけが何もしていないから叩かれるんだと呟いた。クースレの売り上げが赤字になるのが、ほぼ確定になる中、九頭 P は、 強引に映像特典収録のため沖縄旅行へキャスト陣を連れて行く。仲を深めるキャスト陣だが役者志望の柴崎真ハは水着での撮影に難色を示し、どんな仕事も楽しんであるセンサを見て不思議に思う。K は次にメインの仕事が取れなければ実家へ帰って婚活することを考えていた。一方、アイドル声優として売れている百花は、 母親との共演という話題性での指名キャスティングが来たことを複雑に感じていた。予算を勝手に使い込んだ9 o P は上司に絞られ、飲みの席で分割にクール放映のクースレの2期は部下である、とあら AP に任せると言い始める。80、K は別のアニメのオーディションでも交換職を得るが、シトセはクースレ以外の仕事が決まらないままであった。 クースレの分割にクール目が始まるのと、同時期にナンプロの次世代声優オーディションが開催され、桜川丘七回が合格して、千歳の後輩として、ナンプロに入所してくる。クースレの原作からの大ファンで千歳を、とても尊敬しているという七回を見て千歳は調子に乗って、先輩風を吹かせるが、その後にナンプロが七回をこれからプッシュしていく、方針であることが判明し、 マネージャーも五条が千歳の担当を外れて七回の担当につくことになった。さすがの千歳も危機感を抱き、かつて声優であったが売れずにマネージャーに転向した五条のように主役一本だけで辞めることになるのかと思い悩むのだった。千歳の新たなマネージャーとして松岡十三が担当として就くことになった。松岡はやる気のない千歳に 努力の大切さを熱く語り、下積みも大事だと言って、モブの仕事を取ってくる。五条は、何プロの社長に、千歳に、新たなチャンスを与えるように申し出るが、社長は、マネージャーは、親でも、先生でもない、見込みがないなら切るしかないと言い切る。その一方で七回はソロで、CD デビューすることが決まる。現場を離れて、釣りに千円を出していた9等 P もとはら AP から、 人手が足りないから、納品を手伝うように言われ、現場に復帰することを決意する。空すれの最終話のアフレコに、大雪での電車の遅延で大遅刻してしまう戦災。放映まで、あと10日を切っており、旧東 P は、最終話を、総集編化声優特番でしのごうと考えるが、放送を落とすと医薬金がかかると言われるとすぐに、本意して、千歳の到着を待つ。 自分の声優としての状況を悲観していた、千歳だが、現場に着くと決意を新たに、自分は、作品やアニメのことはよくわからないし、自分の代わりもいくらでもいるが、それでも頑張っていくと周囲に表明する。それを聞いた原作者は、ライトノベルの執筆も同じだと思い情熱を取り戻し、ブルーレイの特典小説を書き始める。アフレコは無事終了、千歳は誰もいなくなったスタジオに一人、 お疲れ様でしたと挨拶する。放映終了後のライブイベントには主要声優全員が参加することになった。イベントにも寝坊して遅刻する千歳だが、開演前にはなんとか間に合う。ライブ終了後、この作品は出来が悪かったが、結構好きだったという千歳。その言葉を聞いた Q と P は、実は新しい企画があると言ってくる。それを聞いた千歳が、かったな。 ガハ,ハハ、と、みなと、高らかに笑い合うところで、物語は幕を下ろす。2016年10月より12月まで、TBS3 テレビ BSTBS BS などで放送された。ガーリッシュナンバー9とガールズラジオは、2016年10月7日から12月30日に、かけて、アニメートタイムズにて毎週金曜日に配信された、ラジオ番組、全13回。 2017年8月6日開催のイベントを録音した SP 会を同年8月25日、9月1日に配信したパーソナリティは千本木彩が本度変えでガーリッシュナンバーシュラに関するカテゴリーありがとうございます。